はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、この頃この新型ウイルスと、ね、インフルエンザがこの同時流行した際に、ね、対応が、ね、課題となっている中ですね、新型ウイルスとインフルエンザの、ね、検査を同時に行うことができる検査キットが開発されているという、ね、ニュースが、ね、今話題となってますよね。ね、この同時にできるって本当にすごいことですよね。しかも18分でね、検査が出るっていう驚きの速さなんですよ。ほんまにすごいっすよ、これほんまに。だってね、この血液検査とかね、僕ら行くじゃないですか、行くんですよ。そういう時にね、まあ、血液検査だけじゃなくて、普通のね、診察か、通院の時にね、その血液検査するじゃないですか。その時にでも血液検査して、1時間後にやっと、まあね、体の中のいろんなこの全ての、検査項目がね、バッと出てくるわけなんですけども、それでも1時間かかってるんですよ。それがね、18分でね、このインフルと、新型ウイルスの検査はできちゃうっていうのがね、そう開発されているということでね、ほんまにこれの速さには驚きを隠せません、僕は。それにね、一つの唾液から、その新型とインフルエンザ A、B っていうのを、この1、2、3、3つ同時にね、検査できるっていうんですからね、これまた本当にすごいですよね。っていうか、まあ、すごいんですけども、ほんまにそんなことってね、できるんでしょうかね。この新型ウイルスとインフルエンザ A、B をね、同時にね、検査なんてできるんでしょうかね。まあ、できると確信があって、実験で実証されてから世界中の賢い人たちに乗って今世界中で開発され始めているんですから、まあ、できるんでしょうけど、まあ、素人なりにね、もうそのことに疑問を感じてしまって、またまたね、ついついね、そのいつもの癖でね、こう調べてしまいました、まあ、それをね、まあ、簡単にこれから説明させていただきます。インフルエンザの検査っていうのは、これまではですね、この細長い綿棒で鼻や喉を拭ったりして、で鼻を噛んだりして検体を採取して、でそれにウイルスに対する抗体を反応させて診断をします。でしかしですね、その発症直後っていうのはウイルスの数がね、ちょっと少ないことからですね、まあ、正確な判断ができないこともありまして、症状からね、診断したり、あと後日再検査をね、したりするっていうこともあります。でこの検査ではね、その抗原抗体反応っていうのを利用します。その抗原抗体反応というのはですね、その原因となるウイルス、まあ、最近ね、抗原なんですけども、それが抗原なんですけども、それに、Y 字の形ね、この英語の Y ってあるでしょ、あれの形をしたタンパク質、抗体っていうのを結合させて反応させることなんです。で抗原っていうのは免疫反応を引き起こす物質のことなんですよ。そのタンパク質や糖質から成り立ってましてね、その体の免疫システムがね、その異物っていうものを認識するときに標的にされるものなんですよ。でそんな抗原にはね、ウイルス、細菌、カビ、微生物、原虫、まあ、単細胞生物なんですけども、それと寄生虫、植物細胞、まあ、これが花粉です。で、一種の、動物などがね、あります、まあ、ワンちゃんとか猫ちゃんとかそうなんですけども、それらその自然界に存在するものだけでも極めてめちゃくちゃ多くあるんです。でまたね、この人工的に作り出されたの化学物質とかあるじゃないですか、あれもね、抗原に、ね、なったりするんですよ。こうした、ね、異物がね、体内にこう侵入した時にですね、対抗する物質として作られるのが抗体なんです。で抗体というのは白血球のリンパ球の一種である、糖タンパク質っていう分子なんです。要はね、皆さんの体の中にある、ね、免疫のことですわ、抗体っていうのはね。でしかしその自己免疫疾患のある人の場合っていうのはですね、その抗体がウイルスと結合してしまって、自分の体をね、構成している成分が抗原となってしまって、免疫反応が起きてしまいます。怖いですよね。まあ、ちょっとね、話がギュッと難しくなってしまったんで、話を戻しますね。インフルエンザの検査ですね。インフルエンザの検査っていうのは、鼻や喉を拭って取れたものを、まあ、それを検体っていうんですけども、その検体を検査の材料として使われます。ほんでね、今お話ししたのは、これまでのそのインフルエンザの検査方法なんですけども、今からお話しするのは、新型ウイルスの PCR 検査です。PCR 検査っていうのはですね、ポリメラーゼ連鎖反応、ポリメラーゼチェーンリアクションの略でして、ウイルスのね、遺伝子をこう増殖させて検出させる方法です。鼻や喉をね、拭ってね、細胞を採取してね、検査を行います。これはね、発症から9日以内であればね、唾液からの検査も可能です。
あのウイルスがねこう気道にいることが多くてですね、その痰が絡むなどのね症状が見られる方にはね、その痰を検体にしてね検査することもあります。で PCR 検査は新型ウイルス感染症のね確定診断に用いられておりまして、でこの検査では陽性判定が出た場合には新型ウイルスに感染しているということになります。新型ウイルスに感染しているかどうかを知るためにね、その PCR 検査っていうのはねこの3月から保険適用になっております。これね、そのインフルエンザの検査っていうのはその鼻や喉をね細長い綿棒でね拭って検体を、ね、採取するんですよ。で PCR 検査っていうのは鼻や喉を拭って細胞を採取して検査を行うんですよ。これって一緒のことですよね。一緒のことをしてるだけですから、それはねインフルエンザの検査もねその PCR 検査もね一緒に同時にねできまんがなって感じなんですよ。しかもね、インフルエンザでもその鼻をかんでね、痰を採取して、それを検体として検査もできますし、PCR 検査もあの発症9日以内なら、その唾液をね、痰じゃなくて唾液を、検体として検査もできますしね。でもね、そのね、採取するときにですね、この綿棒で刺激された患者さんっていうのが、こう、咳込んだりしたら、その、採取する側の人、だから、医療関係者の人ですよね。医療関係者の人がその綿棒持ってね、患者さんの鼻にこう、ガーッて突っ込んだりするんですけども、その時にね、この刺激されたことによって、ヘックシュンってこう、くしゃみとかしたら咳込んだりしてね、あの、こう、採取してくれる側の人が、感染するリスクっていうのもあるらしいんですよ。でね、これがね、その院内感染にもね、つながるとしてね、恐れられてることなんです。だからね、あの、皆さんこんな、なんか、防護服っていうんですか、その昔に話題になったね、その昔でも10年、15年ぐらい前かもしれないですけども、白装束とかあったじゃないですか。ほんまにあんなショーな、あんな人らのような格好をして、検査を行うわけなんですよ。防護服を着るわけですよ。それなりに怖いことやからね。でもね、この僕が今お話しした話っていうのは、検体の採取方法なんですよ。でね、まあこのままではね、僕のモヤモヤね、解消されないのでね、ここからどうやって検査すんねんっていうことなどをね、深くね、調べたんですけどもね、あのね、残念ながらね、単純にね、その検体に抗原をね、結合させるっていうことしかね、出てこなかったんですよ。僕としてはね、もっと詳しく書いてある説明文をね、探してたんですけども、なかなか出てきませんでしてね。でも、ただ、その、今ね、まさにね、研究されて開発されようとしているのは、より安全でより早く検査結果が出るように改良されているので、もう早くね、こう、世の中にね、出てきてほしいんですよ。だってね、その先ほども言いましたけどね、その、医療関係者の人がね、患者にね、この細長い綿棒を突っ込んだりとか、ここに唾液をペッて、あの、唾吐いてくださいとかね、あの、なんていうんですか、噛んだティッシュくださいとかっていうようなことの時の、やり取りの時に、この医療関係者の人たちが感染してしまう恐れがあるわけでしょ。で、それをならないために防護服を着張るわけじゃないですか。もう、それも大変やし、もうその空間とかもすごい大変なんでね、もうほんまにね、そのより安全でより早く検査できるのがね、ほんまに開発ねしてね、世の中に出てきてほしいと思ってます。だってね、そうじゃないですか。だってもしね、僕らみたいなの血液疾患のね患者とかやったら、もし感染していればですよ、まあ感染しないように予防するのが大事なんですけども、もしね、そういうふうな病院に行かなあかんかった時には、ちょっと検査結果には時間がかかりますので、あの、ちょっと自宅で待機しておいてください、で検査結果が出次第また連絡しますとかっていう風なので、ずーっと待たされてたらもう身動き取れないじゃないですか。ただでさえ普通の人の身動き取られへんのにね、あの、ま、血液のがんになったし、他の ね臓器のがんになった人とかでもね、免疫抑制剤とか飲んではるやろうし、抗がん剤もされたやろうし、その分体が弱ってる分、もうなんていうんですか、普通の人らよりも、ま、比べたらダメなんですけど、一回大きい病気、大きい病気の大きも小さいもないけど、なんかね、わかります？何が言いたいかわかりますよね。怖いんですよ。まあ皆さんも怖いんですけど、僕らも怖いんですよ。だからもうほんまに早くね、より安全な方法をね、あの、探し出して世の中に出てきてほしいもんなんです。ほんでね、まあ今世界中でね、開発されてると言ってますけど、まあ日本でもね、開発を進めるところもあるんですよ。で、そこっていうのは早かったら年内にはね、その厚生労働省に医療機器として、検査キットをね、申請して、2020年度には、年度やからまあ、なんでしょうね、3月ぐらいまでなんですよね、このなんか、ね、年始が始まるのが4月っていうんですか、それやったら、3月ですよね。まあその3月ぐらいまでなのかな、わからないですけども、その2020年度内には、その医療機関に向けて、数百台のね、販売をね、見込んでるらしいんです。いやでも数百台だったら足りへんからね、もっともっとね、製造して販売してほしいですよね。そしてなんとですね、唾液から3種類のウイルスをね、同時に検査できる装置っていうのは、世界で初らしいんですよね。日本が初らしいんですよ。で、その装置というのはですね、ウイルスが増殖しやすい温度に
に調整できる高性能の装置を採用してまして、あの、ね、感染してないのに陽性となるその偽陽性っていうんですか、その確率も減らすことも期待できるとされているんです。今現時点でのその新型ウイルスの抗原をね検査するキットでも30分ほどで非常に最短で検査がすることができますし、まあ、特別なね検査機器を使わずにでも検査できるというメリットがあるんです。ですけどもそのね診断をつけるにはですね、まあ、一定のウイルスの、ね、量っていうのが、ね、必要となるためにですね、まあ、PCR 検査ではね陽性となったものの無症状の人とか、新型ウイルス感染症に無症状で感染している人がいるかどうかっていうのでは使うことができないんです。そして抗体を検査するのもですね、あの抗体の検査というのはね、その新型ウイルスに感染していたかどうかを調べる検査です。あの新型ウイルスに、ね、感染するとね、あの形成されるタンパク質っていうのがあるんですけども、そのタンパク質が体内にあるかどうかっていうのを調べることができるのが、抗体検査なんです。あの抗体検査っていうのはね、新型ウイルスに関してね、その感染後13日以降では、96% の、ね、陽性率っていうのが出るんですけども、感染後9日から12日目までっていうのはね、陽性率は、ね、約 50% とねしてね、まだねこの期待されるほどのね正確さっていうのは出てないんですよ。そういうのがね今ただいまのね現状なんです。だってね12日目までやったらね 50% やからね、まあ、陽性じゃないよ陰性じゃないよっていうのがまあ半々ぐらいになってたんですけど、それがね13日以降超えた時点で 96% 以上の人が陽性ですってなったらってなるじゃないですか。俺12日までにね、50% の確率で、陽性です陰性ですって言われて、まあ、もし陰性やとして、次の日になったら、実は陽性反応が出てますってなったら、もうその人がねバッて撒き散らすかもしれないですよね。それは怖いですよね。こういうのが、まあ、インフルエンザと同時にね正確に早く行われることができるのであれば、もうこれからねこの同時流行をした時もねすぐに検査できるようになってほしいものなんですよ本当に。といった感じでね、ちょっと途中から難しくなりかけましたけど、難しくなってしまいましたけども、まあ、できるだけ簡単にあの、ね、要所要所のねあの説明を交えながらね説明させてもらいました。でもまあ検査も大切なんですけどね、まあ、新型ウイルスにもインフルエンザにもねかからないことが大切なので、せめてねワクチンがね近所の病院でもね打てるようになるまではですね、気を緩めることなくしっかりとね予防策をね取っていきましょう。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。